こちら、ハンドルネームお母さんの鳩宗さんからいただきました、うん、ありがとうございます、うんうん、下野さん、釘宮さん、こんにちは。こんにちは、大好きな二人が共演するということでメールしました。おラジオ第1回聞きました、うん、初回から楽しくて次が楽しみで仕方がありません。聞いててふと思ったのですが、はい、ラジオって独特の挨拶とかあるじゃないですか、はい、お二人は何か考えたりしますか。序盤からせかすようなメールですが答えてもらったら幸いです。行き急いでね。そういうわけでもないです。その他にもですね、はいはい、こちらは、ハンドルネームアリさんですかね。はい、はい、下野さん、釘宮さん、はじめまして。ドラゴンクライシス、今からとっても楽しみにしています。早速ですが提案があります、うん、ベタですがラジオの挨拶がまだ決まっていないようでしたら決めませんか、うん、例えば、うん、ドラゴンクライシスを略してドラクラとか、あまり参考になっていなくてすみません、これからも配信楽しみにしております、うん、ということでね、よくラジオではね、よくあったりとかするんですね、うんうん、特別な挨拶だったりとか、はい、あるんですけれども、はい、どうしますか、釘宮さん。どうしましょうか ねドラクラってそのまんまじゃね的な感じだよね。そうですね、うん、はい、他にもですね、ハンドルネームクリリンさんは、うんうん、ドラクラワーって書いてますね。ドラクラワードラクラワ ー、まあ、こんにちは、うんうん、ドラクラとこんにちはを足してみたいな、そういうことですね。どうしよう、どうするどうしましょうかね。何がいいと思う。いや、僕は普通になんかこう、うん、ドラクラはとかでもいいんじゃないかなと思いますけどね。あ、本当、うん、ドラクラはおっとしっくりきていないぞこれは。どうしようどうしよう、ではですね、皆さんに、挨拶の方を募集したいと思います。ね、あの、釘宮さんが、納得いくような挨拶をですね、ぜひとも、ね、いただけたらなって思います。本当、今、なじませてる最中で。とりあえず、それまでは、仮としてドラクラワーを採用させていただきたいと思います。ドラクラワー。ね、本当にね、ね、僕らがね、楽しくなれるような、メールをね、読んでて楽しくなるような、そんな挨拶をね、そう、釘宮さんがね、しっくりくるやつを、ね、今なんか馴染ませてる最中なんでね、馴染まない程度になんかもうスッて入ってくるようなやつを、はい、ぜひともね、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、では続いて参りたいと思います。はい、こちらですね、もうハンドルネームの方も、ドラクラネームにさせていただきます。これは私が勝手に決めます。ドラクラネーム、ハタピーさんからいただきました。ありがとうございます。はい、下野さん、釘宮さん、こんにちは。こんにちは。ドラゴンクライシスのラジオ開始。おめでとうございます。ありがとうございます。始まっててますね。はい、第1回に名前が出てきたのですが、はい、三崎役のニゴちゃんは釘宮さんと仲良しだと聞いています。はい、お二人がお話ししているところは聞いたことがないので、はい、ないのですが、はい、ラジオにゲストに呼んでガールズトークに花を咲かせて、うん、下野さんを圧倒してみませんか、と。ああ、相当不思議ワールドになっちゃいますね、前が来たらね。そういえば、ニゴさんともラジオをやったことはないですね。うんうん、私もないかも。でも、うん、もうほんと、ほぼ変わんないと思うから、普段と。すごい、それで変わったらびっくりしちゃうじゃん、逆に。まあまあ、とりあえず、収録現場ではね、うんうん、結構、お二人が話してて、うん、もうすごいテンションが高そうな、釘宮さんと、すごいテンションが高そうなニゴさんっていうのは、わかるんですけど、うんうん、どんな内容かまでは知らないのでね。微妙な、こう絶妙なところを言ってるんだよ。噛み合ってそうで噛み合ってるでも噛み合ってるみたいな、お互い納得済みなんです、そこは。でも結構あれですよね、うん、ドラクラの女性陣ってなんかそういう方多いですよね、うん、やっぱね、自分の世界が確立されてるね、みんな。そう、すごいしっかりしてるんですけど、うん、なんかある一部分が欠落してたりとか、うんで、欠落してる、会話の中でも欠落してる部分があるにもかかわらず、うん、そうだよねっていう風に乗っかれるっていうのがね、結構そういう方多いですよね。そうそう、マイカーってわーって進んでいくのね、みんなね。もうね、うん、あれは究極のガールズトーク。うん、本当に、多分もう、うん、だから僕は、それをなんかこう横からちょっと聞いたりとかして、うん、ここには入れないなと思って。いいんだよ、お母さん入ってきていいんだよ。お母さんって呼ばれてるんだね、下野って。そうですね、お母さんって呼ばれたりとかしてますよ。そうか。お母さんっぽいよね。ね、お母さんっていうのはですね、うん、まあ、別の某ラジオでですね、別のラジオで言われてるんだ。そうです、別のラジオで言ってたらですね、うん、お母さんって言われるようになりました。でもなんかわかる気がする。皆さん、メールとかでさ、お母さんこんにちはとか書いてあるんだけどさ。そうですね。なるほどねって感じだね。いろいろと、はい、まあ、あるんですよ。はい。いろいろお世話するところがね、たくさんあるんです。大変だね、お母さんね。そうですね、お母さん大変です。うん、ここでもお母さんなんですか？はい。
あ、そうですか、わかりました。まあじゃあ皆さん好きに呼んだらいい。では続いて参りたいと思います、はい、こちらですね、ドラクラネームライトさんからいただきました。ありがとうございます。島のお母さんさん、クイミアお姉さまさん、こんにちは。ドラクラはドラクラは、初投稿初メールです。はい、新番組おめでとうございます。早速ですがお二人に質問です、うん、お二人がアフレコをする際にどんなことを思いながらアフレコをするのですか、うん、また声優さんによってキャラにより全然声質が違う人とあまり変わらない方がいますが、うん、お二人はそのようなのはありますか。よければ教えてください。アニメ楽しみにしていますので頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、まあいろいろと、うん、ね、収録とかしてたりとかすると、うん、まあキャラクターによって自分の中でもね、その気持ちの変化みたいなものとかそういうのがあったりとかしますけど、何ですか、どうしました。私ね、うん、すっごい変えてると思ってたの。みんなわかんないだろうって思ってやってると思ってたの。でもね、ある役者の先輩からね、くぎみゅちゃんはさ、あの声質は変わんないけど芝居で変えてくるタイプだよねって言われて、なんかもうね、衝撃的だった。嘘、私ってバレてんのみたいな。いや、わかりますよ。どう考えてもわかるでしょ。マジで？わかりますよ。嘘、私みんなのこと騙してやるぞなんて思いながらやってたのに。そんなこと考えながらいつもアフレコしてたんですか。そう。ああ、そうだったんだ。いや、さすがにね、そうですよね、やつはわかるけど、わかんないやつはわかんないんじゃないかななんて思ったんだけど、全然わかるみたいだね。ああ、結構わかりますよ。僕もあの、もちろんわかります。釘間さんのこともわかりますし、僕自身もそういうタイプなので、そう、僕もね、自分でね、いろいろ変えてるんですよ。あ、これ今使ってるところすごいなんかこう、すげえ大人だな俺、大丈夫かな、このキャラクターに合うかな、聞いてみたら、うん、違和感なしみたいな。中学生とか高校生のキャラでも全然問題ないな、この声質みたいな。変わらないんですね。変わらない、不思議だよね。なんかさ、二人が一緒になったらさ、サッカーのアニメあるじゃん。はいはい、ありますね。超ウケるんですよ。あれすごい面白いですね。面白いよね、あれ面白いですね。ちなみに僕はあのアニメでね、まああの主となるキャラクターがね、2人いるんですけれどもね、顔も似てりゃ声も似てるっていうね、声一緒ですからね。うん、若干こう雰囲気がしっかりしてるかへたれてるかのどっちかですから。いや、すごい面白いよね。面白いですね。いろんなことがあるね、この仕事してるとね。そうですよ、声優さんもいろいろ頑張ってるんです。頑張ってるんですね、はい、その辺をなんかね、皆さんあの察知したりとかね、なんかそういう風にいろいろ思ったりとかしないでね、素直に、あ、頑張ってるんだな、楽しいなって思ってくれればいいです。ドラクラもそういう風に見てください。見てください。